はい、高級石井勤務さん、いつもありがとうございます。速稼塾の久保でございます。まずはね、大和くんの誕生にお祝いいただきましてありがとうございます。多くの方からお祝いいただきました。そしてですね、本題に入りますけども、読書の YouTuber ですか。これね、社会的なニーズを言いますと、まあ、一冊の本がありますよね。何でもいいんですけども、こういう本があるとするじゃないですか。で、この本、読む時間はないんだけども、通勤の間の5分、10分に要約したものが欲しいんだけども、要約してくれないってオーダーはあるんですよ。これに関しましては、マネタイズは結構簡単だと思いますし、すでにそれを事業にしているものとかね、要約ブックみたいなのがあって、1ページ読んだら、例えばシェイクスピアのあらすじがわかるとかね、そういう本もあるわけなんですよ。まあ、ですんでね、目の付けどころはすごくいいなと思いました。その中で、高級石焼き芋さんの興味があるものを読んで、自分の読めるものは発表していく。これもとってもいいことだと思いますんで、ぜひね、すぐにやっていただきたいかなと思います。結局ね、本を何冊読むかっていう競争ではないんですけども、専門家になろうと思ったら、普通の人ができることをね、普通の人のレベルで終わっていたら、なかなか競争力がつかないんで、そこまでやんのみたいにね、やっていかないといけないから、楽しいだけではないのかなと思います。ただやっぱり本を読むのがね、すごく好きだったら結構できると思うんですよ。まあ私もね、すごくたくさん本を読む方なんで、タイトル言ってるだけで、タイトル言われただけで、あれはこんな内容だったよねっていう風にね、すぐ返しちゃったりもできるんですけども、ただやっぱりなんていうんですかね、自分の興味がある本と、それから動画の視聴者さんが興味があるものとがミスマッチする場合があるんですよ。で、仮にですけども、視聴者さんを集めたいとか、そしてましてや商売にしたいと思うようでしたら、マーケットニーズに合わせたものをやっていった方がいいかなと思いますけども、高級石焼き芋さんはまあどちらかというとね、自分のやりたいことをやっていくっていうスタンスなんで、そのままでよろしいかと思います。ね、私がね、読もうとしてる本というのは本当にね、変わった本。今取り上げたのはこれ見てください。デーモン小暮の試験に出るぬらりひょん、ね、こんなバカな本ばっかり読んでるんですよ。だから私はバカなネタばっかり出るんでしょうね、きっとね。これはね、デーモン小暮のオールナイトニッポンの書籍版と言ってもいいような本で、私ね、高校の時にデーモン小暮のオールナイトニッポン結構聞いてたんで、懐かしいなと思いながら読んでるんですよ。で、値段100円と。すごく楽しいですね。もう何回でも読めちゃうというね。ぬらりひょんってなんなんやんって話ですけどもね。はい、そんな感じで今回は動画の返信をさせていただきました。高級石焼き芋さんの興味のある本がどんなものなのか非常に興味がありますね。これからね、100冊200冊と紹介していただけるんだと思いますんで、私もね、高級石焼き芋さんが紹介した本の中から実際に私が注文する本が生まれるかもしれません。よろしくお願いします。では失礼します。